どこ、あー痛い。ずっと見とるじゃんよ、配信で載せづらいプレイをしてくるキラーじゃんよ。はい、ということで今回も始まりました堺小笠原の声優プレイ。今回もデッドバイデイライト泣きのもう一戦後半戦ね。まあ、これはまあ当然ですよ、2回目があるの。ここに実力差があるんですから。前半戦は、僕が7ポイント、ジンくんが1ポイントということで6ポイント差で一応僕が勝たせていただいたんですけれども、まあジンくんが NG ワード言い過ぎてる感も、言い過ぎてる感もある。勝敗をね今回分けたのかななんて思いますので、そのあたりもまあ含めてやっていきたいんですが、まあ当然 NG ワードも変わるわけですよ。レッツプレイ。はい、では、はい、2戦目やっていきたいと思うんですけれども、いきましょう。前回と同じように今回もね、まあ、キャラ設定だったり簡単なストーリーを、はい、作って発表したいんですけれども、坂井さん、キャラが変わりました。僕2本目になってる。変わりました。はい、今回ね、私木村優衣だよ。そういう感じなんだ、木村優衣。職業保育士。保育士。子供たちを寝かしつけた後、私もうとうとしちゃってつい寝ちゃったの。あ、めっちゃ好感度上がる。そして気がついたら知らない森の中に。何も悪いことしてないのに。そう、どうしたらいいの。あ、私どうなっちゃうの。なんかスティーブの時も最後の分同じ感じ。同じ感じ。俺どうなっちゃうの。終わってたけど。僕はもう言わずと知れたウィリアムおじいちゃんでございますね。はいはい、ウィリアム、ビル G でございます。ビル G はもうあれですよ、昔はもうブイブイ言わせてたわけですよ。いや絶対言わせてるよ。言わせてて今はなんか多分あの美味しい飴の密売をしてます。ベルタースオリジナルの密売、ベルタースオリジナルの密売をして食わらしてる。ベルタースオリジナルのネタ分かる人どんだけいると思う。いや俺は分かるけど。確かに逆に分かんない人多いのが、特別な人にしかあげないやつ、あのやつでしょ。特別な人にしかあげないけど、子供たちのなもう中ではまことしやかにささやかれてるわけですよ。はいはい、あのビルおじいちゃんの家に行くとすごいこっそりくれるらしいよって。なるほどね。おじいちゃんの家行ってコンコンココンコンってノックすると、おじいちゃんがガチャってあげてベルタースオリジナル2個ぐらいこう渡してくれる。何それ、特別な存在じゃなくてもくれるじゃん。確かに誰にでもくれるやつじゃん。誰に誰をも特別扱いしてくれる心優しきおじいちゃん。心優しきおじいちゃん。はい、じゃあちょっと準備完了ボタン押しましょう。はい、じゃあ行きますか。はぁどこです。私なんでこんなところにいるんですか。デスク長の子ね。おぞましい貯蔵庫って何ですか。ここはおぞちょと呼ばれるところです。おぞちょ、おい、あ、なんか、やばい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 、 BGM が変わりました。音が鳴ってるじゃん。鳴ってるじゃいってなんだ。鳴ってるじゃいってどこの言葉ですか。 やばいじゃいよ。なんじゃ、怖い、どこ、あー痛い、おぞましい。どこ、あー痛い、おぞましい。ゆい、ゆい追われとるんか。ゆいちゃん、ゆいちゃん普通に殴られとる、もしかして。あ、でも巻いちゃった。あ、巻いちゃった。私巻いちゃった。心音がしなくなったわ。心音とかあるのか。心音ある、心音あるの。すごいなんかおぞましい。おえ、何この機械、私が手を入れたら勝手に治っていくわ。なんていう、そんなオートヒーリングみたいな能力ある。手をかざしただけで治っていくんや。何かこれは大事なファクターね。私、治す。ゆいちゃんは今日どんな能力を手に入れとるんじゃ。今日は殴られた後に、気合で血を120秒間我慢するっていう。めちゃめちゃすごいじゃないか。ゆいちゃん、あー、ビルジー、ゆいちゃんが目の前で落下してた。ビルジー回復。これ突起と場合によってはトラウマ映像じゃん。ビルジー、私を撫でて。撫でたる。はい。あれ回復。回復したる。やっぱりね、わし昔からあの近所のね、子供たちが泥んこ遊びして切り傷とか作ってきたらみんなうちに来てね、
これ絶対私にタバコの灰かかってるわよね。タバコの灰はかかっ、あーごめんごめんごめん、タバコのね、その場で唾めっちゃ飛んじゃってんじゃよな。だからこの間もちょっと PTA のガサ入れがあったんじゃよ。ガサ入れ、ガサ入れあった。 PTA のガサ入れ。いや子供たち、子供たちはやっぱりね、男の子も女の子もね、すべからく来るから。痛い、いきなり。おと、あれいきなり殴ってきた。ゆえちゃん、ゆえちゃん、ゆえちゃん、でもわし今飴持ってるから、ちょっと待って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 、わしも行く、わしも行く。いいわよ、私、わしも行く。お前、ゆえ、いいわよ、私小屋で一生チェイスするから。わ、小屋チェイス一生。わしも、わしもおるんか。わしもおるんか。おい、わしもおる、わしもおるか。わしもおるぞ。あー、離れてくれ。あー、痛いじゃよ、痛いじゃよ。わしゆいちゃん、なんで離れないのよ。チキがチェイスしてるんだから。うわあ、ああ、ああ、痛いじゃよ、ゆいちゃん、ゆいちゃん。ミルジーあなたが悪い。それはそう。ベルタースオリジナル、後で来ない。ベルタースオリジナル渡したかっただけなのに、なんて仕打ちじゃ。あ、絶対キスター席見回りに来るわね、多分。ずっと見とるじゃよ、配信で載せづらいプレイをしてくるキラーじゃよ。なるほど、キャンプ、キャンプ、配信で見せづらいプレイをしてくるキラーじゃよ。二人で助けに行けば、もう無理キューでもいい。わし、わしはこんなところで行くわよ、無理キューハイライト。ベルタースオリジナル、まだ無理キューハイライト。あー、半分いっちゃった。はい、チェンクス。あー、しかしこれは命の効果等感じゃん。交換、回して、交換ってなんじゃん。回して、さすがに回そうかな。回した方がいいわよ。これは回すじゃよな。頭蓋が、ナイス、ナイス漏れるじゃん。ナイス漏れる、漏れる、マジでナイス。はい、ナイス漏れる。やつはガチの特別な存在かもしれんな。いや確かに一番特別な存在。やつに関しては特別な存在。あー漏れる、来ないで、やめて。あーでもいいよ、いいよ、確かに3人で来てどけ。はい、あー嘘だろ、やべ、一番やっちゃいけないことした、一番やっちゃいけないことした。一番やっちゃいけないことしてるわよ。やばいやばいやばい、やっちゃいけないことした。一番やっちゃいけないことよ。今一番、いや、超下手くそした、超下手くそした。あれ探してる。あー、これ無理かな、無理かな、無理かな。これ握力、いや、一番ダメなことした。やばいやばいやばい、警戒しなきゃ。モレルの方向いてたからいけると思ったら、モレル、これ来てくれるかな。これもう一人のモレル何してるの。あー来てくれたが、しかしどうだ、これ逃げ切れないか。これ板ある、板ある。あーでもなんかすげえみんな肉壁してるじゃない。うわ、あー、ごめんモレル、いいわ。これに関してはガチごめんだな、これに関してはガチごめん。しかもな、ちょっとセルフケアないんじゃよ。わい、助けてあげたいけど、もう、あ、助けてる。うわ、ナイスかい。待て、ベルタースオリジナルに囚われてたらマジで何もしてないぞ、今回。出るわよ。いや、これこっち来るか、どっちの、もう絶対見つかる、どっちのゲートを見に来るかに。あー、あたしたち一緒じゃない、一緒じゃしたな。でも大丈夫、あちき無傷だから回して。頼んでよいか。まあまあ、逆、逆、あなた逆よ。え、どういうこと。た、確かに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 、わしがやる、あなたが回しなさい、わしがやるべきじゃん。急にもう、あたしこの一戦で急に強くなったから。あたしが木村、すごい、何もかも分かってる木村。もう木村優衣、木村優衣じゃよな。しょうがないわね。ラスト、ラスト、あ、来てるわ、来て、これはもう、来てるけど、うーん、ブロッキング、あーあー、ノーワンエスケープです。ゆいちゃん、ゆいちゃん、めちゃくちゃなめっぽうしてノーワン。ゆいちゃん、ノーワンエスケープですでございましたね。警戒してたんだけどな、ノーワン。めっちゃ、はい、これ死にます。めっちゃヘッドホン抜けちゃったじゃん。抜けちゃってる。はい、お願いします。ゆいちゃん。見ていきますか。緊張するよ。じゃあお願いします。結果発表。英単語？やばいじゃんわよ。なんで？
なんか言ってて、何言っちゃわよって鼻見せちゃって、やばいっちゃわよ、なんかおかしいんだよ、語尾がなんとかじゃないとか、じゃないはいいけどさ。やばいやばい、怖い。結果発表お願いします。よーっす、デレデン。というわけで、これ英単語40回言ってます。マイナス40でございます。で、やばい、前回のポイントが一応7ポイントなんで、マイナス33。33で、ジン君は、ポイント前回1ポイントで英単語は29で、でマイナス18なんで、あーらー。というわけで最終結果は僕の負けになりました。このまた、はい、上のものから来た、マジか、通達を読ませて、黒い紙に、うわー、もう何それ、もうやだ、毒蜘蛛じゃよ、最悪だ。何毒蜘蛛って、わかんない、毒蜘蛛って、毒蜘蛛だけだと、触れとか本当に怖いやつ。あー、俺人生で多分虫食ったことないのよね。あ、本当ですか。はい、サソリとかないですか。うーわー、あー、早い早い早い、あっという間のスピード、これが成長した木村優衣の姿。意外といけるぞ。いやー、嘘です嘘です。あー、後から来た、何何何、後から来た、何、あー、違う違う、それ毒、それ毒なのよ、何を打っとんねん、後から来た、何を打って、こう、な、最初ね、あ、ちょ、これ水飲んでいいっすか。うわー、うわー、まず、何味が来てる。いや、ごめん、なんかね、土、なんかね、そう、なんか土で、なんかもう人生で食べたことない味。で、最初と後から来る、あのね、ウェーブが違う。あ、最初案外いけるかなって感じでしょ。そう、ファーストウェーブはね、ほんと、あれ意外と美味しいかもって思ったんだけど、はあ、噛むと、やばい、うぅ、吐きそうな、なんかね、まずさ。で、今回の企画はここまででございます。どうでしたか。いや、本当にあの、デッドバイデイライト、はい、僕もともと好きなゲームなんですけれども、うん、なんかこうやってキャラのロールプレイしながらやるの難しそうだなって思ったんですけど、うん、なんかやってみたら案外すごい楽しくて、うん、で最終的にあの酒井さんの苦しむ顔が見れて、僕としては本当にあの、こんな楽しい思いをさせていただいていいんでしょうかっていう感じでございましたね、はい、楽しかったです本当に。やりました、ジン君が楽しめたんだったらよかったです。僕も食べた甲斐がありました。いや、次回もね、あの、はい、まだまだ僕と酒井さんの戦いは続いていきますので、次回の配信も、はい、あのぜひ楽しみにしていただけたらと思います。またね、違うゲームをやらせていただけるらしいので、ぜひぜひね、楽しみにしていただきたいなと思います。次回、お化けキャッチ、高評価、チャンネル登録お願いします。